岩見沢警察署で開かれた説明会には警察業務に関心のある大学生などが参加しました。参加者は若手警察官の体験談を聞いたり、実際に防弾チョッキを着るなどして警察の仕事への理解を深めていました。少し重いです。将来について想像できたんで良かったかなと思います。道警によりますと、今後も道内各地で同様の説明会を実施する予定で、最新の情報は道警のホームページや SNS を確認してほしいとしています。